マイノ TV です。身近な生き物を紹介していきます。最後まで見てください。まずは市役所に向かって歩いてみます。どんな生き物に会えますかね。こんな通りがあったのか。実はバーの看板でした。ここは僕も好きなところで、よく住むところです。小魚が群がってました。見えますよね。いたでしょ。ハゼが登場しました。目がパッチリで可愛いです。なんで上がってきたんだろう。そんなバナナなんですが、実は植木鉢から生えてました。すごいですね。びっくりです。はいはい、ゴーヤです。とても小ぶりでしたが、誰が育ててるんだろう。カタツムリです。生きてることを祈ります。小鳥が飛んできました。周囲からは鳴き声も聞こえます。再びカタツムリ、殻の中でだいぶちっちゃくなってます。僕が小さい頃から好きでした。お辞儀そうです。本当に不思議なやつですね。だんだん開いてきてるみたいです。だいぶ歩いたので休憩です。水分補給、ミネラル補給、麦茶。お、今度はアフリカマイマイ。かっこいいですね。でかいです。でかいです。たまに出てくるんですよね。アフリカマイマイ。家に帰ってきました。すると、
家を守ってくれてる。いや、森がガラスに張り付いてました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。手前の TV でした。